社長すいません、はい、質問いいですか。はい、いいですよ。あの社長ってツイッターを更新してるじゃないですか。はいはい。あの見て思ったんですけど、ああ社長って暇なんですか。あ、そう映っちゃってる。はい、そう思いましたね。まあ、暇っちゃ暇やな。あ、そうですね。暇っちゃ暇ですね。あ、なるほど。それはじゃあ間違ってなかった。それ間違ってないな。あ、そうなんですね。間違ってない。いや、なんでその、ツイッター力入れてるんかなっていうのが気になって。あ、なるほどね。はい。ツイッター力入れてるんは、やっぱりあの、認知活動っていうところは一番ですよね。あ、はい。で、認知活動が一つ目、二つ目は自分の頭の中の整理、まあ、これが大きいかな。へえ。うん、これが大きいかな。だからまあ認知活動っていうところで、うん、やっぱり数多く自分が思ってることを伝えないとね、ここに事業所があるってことを理解してもらえないんで。あ、なるほど。そうそう、だから一応仕事はしてる。あ、そうなんですね。ツイッターもじゃあ仕事の一つなんですね。営業活動みたいな感じ。へえ。実際ツイッターって結構効果あるんですか。ツイッター効果めっちゃある。へえ。岡地はツイッター見てきたやろ。あ、そうですね。で、改造もツイッター見てきたし。あ、そうなんですね。そうそう。へえ。で、今体験中のスタッフさんもツイッター見てきてるし、はい、あ、言ってましたね。結局僕会社おって全く喋らんやん。はい。でもツイッターばっかしてるって結構やばいよ。確かにそれだけ聞いたら結構やばい人です、ね、やばいよね。はい。なんか社内の人も僕のツイッターを見てるから。ああ、そうですね。それで、あ、こんなこと考えてるんやとか、はい、あ、会社ってこういう方向性行くんやってのは多分みんな分かってくれるんやと思うけど。なるほど。だから認知活動って言ったら外向けもそうやし、社内のなんか安心感というか、あ、っていうところもあるかもしれないですね。あ、そうだったんですね。うん、あんまりまあそこはめちゃめちゃ意図してはないですけど。あ、そうなんですね。そうそうそう、見ましたって言ってくれることが多いんでね。へえ。確かに僕も社長のツイートは毎日見てますね。あ、見てる。はい。全然見ました言ってくれ。いやいや、いいねしてますよ。あ、いいねしてた。いいねしてますよ。してるんか。はい。やっぱ文章にするって、考えを文章にするって大事なんですか。そうやな、そのさっきの2つ目の頭の整理っていうところも、はい、なんか普段なんか考えてることを言葉にするっていうのは結構こう自分の中で自信になったり、はい、あとは、あ、ちょっと違ったなみたいな、この感覚なんかポジティブなもんなのか ネガティブなもんなのか、ポジティブやと思ってツイート作ってみたんやけど、あ、でも、あ、そうではないなみたい。へー。ちょっとこう無理やりやなみたいな、心とのツイートがちょっと離れてるみたいな。で、ネガティブに書き直したら、あ、こっちの方がこう近いなみたいな。へー。自分の中で頭の中とか気持ちの整理はできるのはすごいメリットだとは思いますけど。あ、なるほど、そういうことやったんですね。そう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 。やっぱ社長、会社の社長ってやっぱりツイッターやった方がいいんですかね。いや、絶対いいでしょ、それは。あ、やっぱそうなんですね。うん、なんかやってない人多いですけど、はい、まあ、やってない人多いし、やった方がいいですよって言うんですけど、はい、やっぱこう軽んじてる人は多いな。あ、なるほど。信用度で言ったらね、アメリカの大統領変わりますよっていう時に発言とか抜粋されてニュースになったりするやん、はい、あ、そうですね。それぐらい信用度高いんやけどな。はあ、なんでみんなやらないんですかね。 SNS してるっていうことがミミッチとか、はい、ちょっとこうなんかこちょこちょなんかしてるっていうのがダサく見えるのかもしれへんけど。ああ、時代がね違うからな。そうですね。あとたまに世代がこう違うから、もうそういうことをするのが備わってる世代って言われることは結構あるな。へえ。だから僕らの世代ではそういうの難しいわとか言われるけど、
70歳の人でもツイッターしてますからね。あ、そうなんですね。そうそうそう、それはちょっと逃げ工場というか。あ、だって別にツイートするんってエネルギーいるやん。そうですね。まあ、それも慣れたら全然そんなにエネルギーいらんけど、なんか、うん、ちょっとサボってる社長が多いかなって気するな。へえ、なるほど。やっぱりツイッターも仕事やったんですね。意外とな意外と仕事してた。へえ。あともう一個気になったんですけど、うん、あの社長のツイート見てたら、はい、結構強気なこと書いてるじゃないですか。あー、強気に見える。そうですね、はい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 。あれ、あの、なんか意図はあるんですか？意図は特に実はなくて、はい、あの、自分が思ってることを書いてて、自分が思ってることに共感してくれる人を増やしたいだけ。へえ。もちろん過度なツイートっていうか、そのちょっと誇張しツイートはあるで。あ、そうなんですね。それ140字ってもう短いから。あ、なんか僕結構丁寧な方なんですよ。はい。だから文章が多くなる。丁寧や。これはこういう意味でこういう意味で書ききれへん。だからそれをギュッとしたら、なんかちょっと強くなってはしまうけど。へえ。思ってることは一応書いてるつもりやな。あ、なるほど。だからまあ強気な性格なんじゃ。あの、実際会った時にちょっとギャップは感じましたね。はい、でも。あ、どう感じた？あの、ツイッターの印象では強気やなっていうふうに思ってたんで、うん、気強い人なんかと思ってたんですけど、うんうんうん、実際会ったらそんなことないなっていうふうに思いましたね。あ、それは どんなふうに感じたんですか？あ、あの、なんか、あの、思ったより、あの、物腰柔らかい感じだなって思いましたね。ああ、なるほど。まあまあ、あれちゃん、気持ちは強気やけど別に危害加えたいわけじゃないから。そうですね、そうそうそう、確かに。だから、うん、そこは、まあ、そのギャップ狙ってるわけじゃないんだけどな。あ、そうだったんですね。ただまあ、あの、よく言われるオフラインで会った人にはツイッターちょっと 強すぎないですかみたいな。へえ。気持ちはこんな感じなの、強気なんだ多分。ああ、なるほど。そうそうそう。へえ。そういうことですね。それがいいか悪いかはちょっとわからないけど。ああ、そうなんですね。いや、でも僕はそれを見て面接受けたんで。はいはい。はい、いいってことね。そうですね、って思ってます、うん、はい。なんかさ、あの、うち、おかじもそうだし、はい、海蔵さんも谷口もツイッターしてるじゃないですか、はい、なんか面白くないですか、こんな文章作るんやとか。ああ、はい、そうですね。なんか、あ、表現面白いなもそうやし、日頃こんなん考えてるんやっていうのも面白いから。なんか僕の勧めとしては、社長がやるのは絶対でしょ。で、その幹部、運営陣がいるなら運営陣は絶対やる。で、社員でできるんやったら何人かやるっていう。へえ。これはやっぱ社内の空気感とかも分かるし、あ、風通しいい会社なのかなって、なんか僕は思うんですけど、ね、ああ、確かにそうですね。だから、うん、うちは積極的にやれる人はやってほしいなって感じ。なるほど、そういうことですね。そう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 。結構じゃあ事業所、他の事業所さんとかもどんどんツイート始めた方がいいですね。いや、そのなんか営業職してるんやったらな、はい、その商品のこととか自分のことを強く言うってのは当たり前やん、はい、でも福祉してるんやったらもっとやる必要性があると思ってて。へー。こういう感じで支援してますよとか、あの、こういう思いがありますよってことを発信してるわけじゃないですか、はい、それが強いとか弱いとかポジティブとかネガティブとかそんな関係なく、思ってることをしっかり伝えるとか表現するっていうのはなんか福祉として絶対必要なことだと思うけど、それはなんか、耳っちいこととかなんか、あの、そんなんできへんって、それはもうなんか怠慢でしかないかなって僕は思ってます。なるほど、そうなんですね。だってツイッターってめっちゃ多くの人に見られるやん。そうですね。会ったことない人ばっかりやし、はい、それでね、東京とかから会社見に来たりとかもするから。ああ、そうなんですね。そうそうそう。へえ。それは普通にビジネス的にもすごいリーチは遠くまで飛ばせるから、あ、いいことかなとは思うんですけどね。あ、なるほど、そういうことですね。うん、まあしかも難しいし、140字で完結させる。そうですね。これを繰り返してたら多分面談の能力とか高まると思うけど。ああ、そうなんですね。なるほど。そう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 。解決した。はい、わかりました。はい、OK。
OK、 じゃあそんな感じで、はい、ありがとうございます。Proud of you. Now get.